師は、まあ、病院とかやっていくドラッグストアに必ずいますよね、国家資格。薬剤師になろうと思ったら、薬学部っていうね、学部に進学するんですよ。薬学部は6年間学びます。6年間、お医者さんと同じね。しかも学費高いんですよ。私立は年間ね、平均210万円以上。6年間で1200万円ですよね。で、この全国平均が 60.8%。つまり10人受けたら4人落ちてしまうんですね。6人しか通らない、まあ、国家資格とすれば、まあ、それなりのまあ難易度が難しい資格だなというのが分かると思います。ある大学、石川県のある大学は 31.4%、 これで 60.8% ということは当然 90% の大学もあるんですよ。 80% の大学もあるんですよ。この石川県の大学は10人受けたら3人しか通らない、6年間学んだ。もっと広い大学があります。福岡県のある大学 13.2%、 10人受けても1人しか通らないんですよ。これなんでこんなこと言うかって、実はこの2つの大学、沖縄の学生たくさん行っています。これね、沖縄の学生が好んで行ってるというよりかは、こういうふうな不真面目な大学は一生懸命沖縄に宣伝しています。多分皆さんね、テレビ CM を見たはずです。バス広告もやってます。那覇空港に大きな看板があります。新都市の入り口も大きな看板があります。で、ね、こういうふうなクソ大学に借りてね、沖縄のためとかね、沖縄の皆さんへ言いようですよ。嘘つけって、沖縄の人を食い物にするな。本当にご飯を食います。ただ考えてほしい、こういうところはね、沖縄の学生には学費を半額にしますよとか特別制度を設けてるんですよ。ちょっと考えて、国家資格は平等です。同じ難易度、どこの大学も出たから言うとないんですよ。ならばそういう支援制度を利用して、それは他の学生は勉強しませんよ、他の学生は。でも一生懸命勉強するんですよ。勉強して国家資格取ったらいいんですよね。でも間違ったらあかんとかね、彼らの言うようなこと、こんなことがあった、これ本物の話、ここの育て、沖縄学生がオープンキャンパス行った。先生ですな、この子に生徒2人帰ってきたらね、先生パソコンもらった、ノートパソコン。そんなわけないよ、大学の人くれたの。で、先生電話で確認した。どういうことですか。あ、うちの大学は入学してくれるんやったらパソコンあげますよ。そんなつもり何も、入学するも何も、試験も何も受けてないですよ。いやいや、そんなもう、まあ、生徒も悪いね、ちゃんと話聞いてないから。でもね、僕正直言うてね、大学がすることしちゃいますよ。パソコン送りつけ帳簿、こういう不真面目な大学もあるんですよ。真面目な大学も多いよ。名前気になりますよね、どうかね。さすがにね、このマイクの前では見えないですよね。気になる方はね、終わったら僕、個人的に聞いてくれたら、そっと教えますからね。深刻になってしまった。僕なんか言いたいのは進路に素晴らしい、これは避けてほしいと思ってるんですよね。で、最後に説明します。進路のミスマッチを防ぐためのスペシャルセミナーをですね、那覇と宜野湾で開催しますので、ぜひね、これから皆さん参加してもらえればと思います。はい、奨学金ね、この漢字3文字を並び替えると、学びを進めるお金となりますよね。学びを進めるお金、非常に有意義な名簿ちゃうかなと思うでしょうね。ただ一方では、今奨学金を返せないということが新聞とかテレビで目にする機会が増えてますよね。学びを進めるお金なんですよ。でも正確に表現すると、学びを進める借金なんですよね。しかもこの借金は皆さんのお子さん自身の借金なんだということを心に留めてほしいと思ってます。でね、奨学金が借金である以上、当然メリットだけでなくリスクも存在します。メリット、一番大きいのは、まあ、お金を借りることによって大学専門学校、まあ、いわゆる高等教育を受けることができる、まあ、メリットですよね。一方リスクも存在します。リスクはどういう時に発生するかというと、返せなくなった時に発生します。例えば滞納金には 5% の延滞金がプラスされます。で、また2010年度からは3ヶ月の滞納があってね、いわゆる、ね、ブラックリストという言葉聞いたことでしょ。ブラックリストに乗ってしまう、そういうふうなリスクがあるんですよね。
じゃあ厳しくなった時どうすればいいんだろうね。ちゃんとじゃあ返済を待ってあげますよとか、月々の返済額を半額にしましょうかというね、猶予制度、救済制度もちゃんとあるんですよね。で、このリスクとその対策両方を、ね、知ってほしい。で、僕はこう思ってます。奨学金の正確な情報というのは学生自身もそうなんやけど、お父さんお母さんにこそ持ってほしいと思うんですよ。なんでかって言ったらね、高校の先生とか大学専門学校の教職員の人はお子さんがそこの学校を卒業した後はね、もうフォローできるでしょ。どうなったか分かりませんよね。でも親は子供と一生関わっていくと思うんですよね。ぜひ保護者にこそ知識を持ってもらいたい。でもね、ぶっちゃけそう言いながらね、じゃあ保護者に対して分かりやすくね情報を伝える公的な組織とかホームページがあるかないんですよ。そういうんで日本は奨学金に関して周知体制は遅れてます。でもちょっと考えてほしいのがね、もし何百万円ものお金をかけて進学して思うような進学できへんかった、さっきのまあ進路のミスマッチになってしまった、誰が困るんですか。はっきり言ってさっきのクソ大学、クソ大学なら困れへんよ。あいつら学費払ってもそれでいいやもん、ね、でも皆さんのお子さん自身が困るんですよ。でお父さんお母さん困るんですよね。だから難しいかわからんけど、ぜひね今日はね親子でこう進学について奨学金について話し合うね、情報共有するきっかけになってほしいなと思ってます。さあ行きましょう。進学するには何が必要なのか。1年目の費用を調べてみました。学校の収入別に書いていますね。国公立大学、昔は安かったんですよ。まあ、国公立は決して安くない。私立の場合は学ぶ系統によって金額は全然変わってきます。専門学校も私立大学の文系と同じぐらいだと思ってください。ただしここに載っているのはね、全国平均なんですよね。専門学校は東京の専門学校の平均です。だから沖縄県内の私立の大学専門学校に進学するんであればね、ここに載っている数字よりかはまあ 20% かもうちょっと安い可能性はあります。でもね、逆に言うなら県外に出そうと思ったらこれぐらいのお金が必要だってことですよね。で、1年目に必要なお金、入学金、授業料、これは多分皆さんの子供たちも分かりますよね。でも意外に見逃しがちな1年目に必要なお金になるんですよ。これがね、受験費用なんですよね。でね、受験費用の全国調査平均ね、これね、大学受験の場合はどうしても第一志望、第二志望、第三志望、何回も受けてしまう。あとね、これも覚えておいて、受験っていうのは受験料をお金払って受験させてもらいます。私立大学を1回ね、1校ちゃうね、1回なんとか大学、なんとか学部、なんとか学科、これを1回受験させてもらうのに平均3万5千円ぐらいですよね。専門学校でも2万円ぐらいとなってます。あと特に沖縄県の保護者には知っててほしい、栄養入試って子供から聞いたことあるんじゃないかな。栄養って昔なかった、今ものすごい増えてるんですよ。栄養って簡単に言うからね、まあ学校が面接を繰り返すんですよ。でね、沖縄県は実は他府県に比べて栄養とか推薦入試で入学する比率がものすごい圧倒的に高いんですよ。考えて、それは栄養やったら地元の学校やったらええで、交通費ますし教えてますよ。でも県外の学校に栄養で受けようと何回も何回も行かなかったら飛行機代とかね、宿泊費もバカになりませんよね。実は受験費用は、まあ、入学の匹敵、それ以上になるという可能性があるんだと。また下宿した場合の生活費ね、今日入学してね、合格者実績受けたら結構ね県外に行ってますよね。これね、学費をできることはできませんけどね、生活費、これを抑えることはできると思うんですよ。で、ね、生活費ってね、一番何が大きいかって言ったら家賃なんですよね。家賃だから、ぜひね、県外進学を考えている保護者の方は早めにその県外の住まいの情報、これもね取り寄せて研究してほしいと思う。だいたいね、まあ、沖縄県に限らずやけど地方出身の人はね、大学決める、大学大体その手続きしに行くと同時に部屋決めるんですよ。大体じゃあもう2日とか3日の間でね、部屋決めるんですよ。そこで結構住まいのミスマッチというのがね、起こってるんですよね。
ぜひ県外診療を考える家庭ほどで、早めに住まい情報も集めてほしいと思います。